クララ細胞とは、終末再帰還誌と呼吸再帰還誌の移行部に存在する無線毛細胞。細胞表面に短い微重毛を有する。細胞質には分泌下流が存在し、開口分泌により放出される。1937年に、オーストリアの解剖学者であるマックス・クララにより、発見された。ウィンケルマン、アンドレアス・ノック、トルステン、ザ。 クララセル A サードライヒパニムヨーロピアンレスピラトリージャーナルエクスプレス36 722-727ドイ、10.1183 9031936.00146609プミド20223917 http コロンスラッシュスラッシュ e r j e r s j o u r n a l s c o m スラッシュ cgi スラッシュコンテントスラッシュアブストラクトスラッシュ09031936ドッ零 00146609v1 オート a S レフラック e マテソン、テインテッドイッパナムズ・イン・メティシン、ザ・クララ・セル・ジョインズ・ザ・リスト。ヨーロピアン・レスピラトリー・ジャーナル3 6 7 0 4 7 0 6イ、1 0 1 1 8 3 9031936.00046110http コロンスラッシュスラッシュ e r j e r j o u r n a l s c o m スラッシュコンテントラッシュ36スラッシュ4スラッシュ 706.ful2010 年11月2日閲覧ありがとうございます。